どうも、皆さんこんにちは、こつけです。加熱降臨、属性必須男女ですねに、今回はこちらですね、大国主を使って、挑戦していきたいなと思います、うん、で、今回は体力染めですね。割と体力染め1体だけ違いますけど、セレスですね。で、まあここはあのキングアワリンでもいいんですが、まあ、ステータスの関係で、アクアマンを編成しました。スーパーマンコラボのガチャでの銀玉5枠ですね。まあ、スキブが1個少ないんですが、キングアワリンと比べると。で、ここだけバインド対策として覚醒セレスを編成しました。まあ、なんでもいいっちゃいいですし、まあ、緑諸葛で、なんていうか、エンハンス要因というよりは、副属性の闇。副属性の闇が、まあ、闇があると、回復力が上昇するので、少しですが。で、体力タイプ。で、まあ、固定ダメージは一体入れておきたいなというところで、ラーを編成しました。まあ、だったら光ラーでやれや、みたいな話になってくるんですが、ラー持ってんなっていう。まあ、あくまでも、ちょっと体力染めというテーマを、今回影やっていきたいなと思います。まあ、生温かい目で見てください。はい。お願いします。はいはい。ここはね、ほぼ一発で抜いていかないとバインド厄介なんで。回復ドロップがない、まあ、作りやすくていいんですが、それでは来ます。あ、やばい、右がずれてた、危な。で、3フロアで、ソーラーレーザーが残り2ターン、うん、まあどうにかなるでしょう、多分。抜けるかな、抜けるよね、抜けるよね。よしよし、あんまり大国主を使ったことがないので火力をね、あまり把握できてないんですよ。で、まあ、一発受けてセレスのバインド回復がいいですね。はい、ゼロコンボになっちゃったんですけど、ちょっと左盤面軽く整地して、次確実にダメージ打ち込めるようにですね。あ、四つ消すればよかったな。四つ消すればよかったですね、そういえば。で、恐られたと思った。で、抜いていきます。マネキンやだろ、あ、ちょっと待って、あ、危ない、ちょっとなんか設置しようとしてる。マネキンやだろなんですが、あそこはあの大国主の国権の妙義を使って、まあ、ターン遅らせるなりなんなりして処理します。ここはやばくなったらですが、どうだ、どうダメージがいくかな。うん、ちょっとやっぱ黒剣の妙義使いましょうね。
うんうんうん、やばい、自信がない。特コンボ決める。うーん、水2分割、火1コンボの木が2で、まあ1、2、5で闇2の8、四孔を組める場面なんで、まあ、じゃあ行きます。できなかったら怖いんで、招き宿ら先にチェック。あれ、黒剣の妙義いらなかった。そして出てきました。この攻防魚なんですが、まあ角槌使って対処するっていう方法もあるんですがね、ちょっとできればあんまり使いたくないですね。ボス戦の変換要因として取っておきたいので、ちょっといけるかどうか分かりませんが、今木落ち込む、落ち込んできたよね。いけんじゃね。よし、でちょうどアクアマンがたまる。で、ちょっとこの状態で角槌使ったら、ちょっと左右盤面の右下がちょっとね、混み合っちゃいますね、火が。軽く一旦だけ設置します。で次で確実に一発で抜いていく方法で、方法というか、それがあんのか。まあがしかし無視で、赤マンでドロップ強化の効果を考えると、まあよ、静止というよりは、まあでも角槌は角ね、二体攻撃で3つ持ちなんで、確実に4つ消しにした方がいいと思うので、火は確実に4つ消しを入れて、闇は2分、まあ3分割かな。まあ泥鏡のことはあんまり考えなくていいでしょう。ではここからかな、これいってみます。あれ、ちょっと待って、ずれてる。あ、ということでクリアですね。最後ね、7コンボ組んでたつもりが6コンボになってました。はい、ということで、オフニヌシの体力染め編成でした。体力染めっていうか、まあ、体力寄せ編成でした。もしオフニヌシで金継ぐやってみたいという方は、ぜひよかったらやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。